皆さん、運はいい方でしょうか？もう私は、もう自分で言いますけど、とてつもなく運がいい男です。本当にね、もう私より運がいい人なかなかいないんじゃないかなと自分で思うぐらい、強運の持ち主ですし、そういう意味では、もうね、これまで動画でもいくつも喋ってきましたけど、なんかこう、ミラクルのような、もう運が良すぎやろみたいな出来事も、たくさんありますね。喫茶店でたまたまこう、もらった傘を開いてみたら、なんかね、亡くなったおじいちゃんの傘だったとか、もう、枚挙にいとまがないんですね。かつて、被災地の支援をやってた時に、福島のね、その原発でこう、ね、避難されてきた人たちが、愛知県にこう、暮らしてらっしゃって、その人たちの支援をしようということで、一体こう、行ったことがあるんですけど、その時にこう、ばったりね、福島からこう、避難されてきた人たちの中に、私が中学校の時に、初めて付き合った女の子がいたとかね、もうそんなことがあったんです。なんか見覚えがあるな、あの人と思って。なんか中学校の時からあんまり顔が変わってなかったもんですから、あれってひょっとしてと思って、声をかけに行ったら、まさかの中学校の時初めて付き合った子だったとか、そういうぐらいね、本当にこう、なんか出会いとか再会のタイミングとかも、そういう意味ではすごくこう、恵まれてるなと思いますし、なんかこう、引き寄せられるかのように、いろんなところで、あ、自分は本当に出会いに恵まれてるな、運がいいなっていうね、そういうこう、感じることがあるんです。で、例えばプロデューサーので有名な秋元康さんも、人生の 98% は運だって言ってたりとか、あるいはね、視聴率 100% 男って言われたら、金ちゃん、ね、萩本欽一さんとかも、もう人生はもう丸ごと全部運であるっていうことも言ってて、あるいはHIS のね、有名な沢田社長なんかも、もう人生の9割は運で決まるんだ。ね、松下幸之助さんもまたそういうこと、言葉なんか残してますけれども、本当に人生は実は実力よりもある意味運の方が大切かもしれないということがあるわけですよね。うん。ね、実力はもちろんすごくこう大事ですし、でもね、皆さんがこう一生懸命いろんなことを頑張ってある分野においてこう確立をしてくると、実力はそこまで差が出なかったりします。うん。ね、この人もいいところがあれば、この人の魅力もあるっていう感じで、どっちがいいというもんでもない、どっちが実力が上か下かって話でもなくなってくるので、じゃあ最後に何が左右するかっていうと、結局運という部分ですよね。なので、じゃあ運って運ぶって書くように、運って一体何が運んでくるのかというと、もう私の中の結論は一つです。言葉なんですね。もう運こそはまさに言葉が運んでくるもんなんだということを本当に思ってます。ね、かのマザーテレサなんかでも言葉に気をつけなさい。それはいつかあなたの人生になるから。ね、言葉そのものがあなたの人生になるわよっていうことをマザーテレサなんかもおっしゃってるように、本当に言葉次第で私たちって、意識も変わっていくし、人生も変わっていくんだろうなという話なんですよね。で、私自身がなんでそんなに運がいいのかっていうことを振り返ったときに、そういう意味で本当にやっぱり言葉だけは気をつけてたなと思います。うん。高校生、中学校3年生ぐらいのときに、生まれて初めて船井幸夫さんという、ね、もう私の人生の師の一人ですけれども、経営コンサルの神と呼ばれ、ね、船井総研というもうコンサル会社は、もう日本で初めてね、一部上場を果たしたというね、そういう、世界で初めてなのかな、そういうもうすごいもうコンサルタントの神と呼ばれた、もう素晴らしい方で、この方っていうのはまさにこの中学生の少年でも読めるような、非常にこのわかりやすい文章で、私が生まれて初めて手に取った本は、これから10年生き方の発見という本でしたけれども、その本を皮切りに私でも今でも自宅に船井会長の本だけでももう100冊以上あるんですけれども、ね、どの本だったかにやっぱり言葉の大切さについて触れられてたわけですよね。なのでまあ中学校高校の時から自分なりに言葉には気をつけてました。まあ正直言うとミュージシャン時代のね、この5年間ぐらいというのは、ちょっと調子に乗って図に乗ってましたね。当時はね、もうなんかロックミュージシャンならではみたいな感じで、こう悪い言葉を使うのがステータスだみたいな感じでね、ちょっとこう生意気な言葉もいっぱい言ってたと思いますけども、でもそれ以上にプラスの言葉も使ってたっていう自負もありますし、特にこうね、中学校、高校と、このミュージシャン時代の5年間を除くそれ以外の人生というのは、あ、やっぱり自分は言葉は結構大事にしてたかもっていうのは、すごく思うんですね。うん。で、おかげで、やっぱり出会いというものに本当にこう恵まれてまして、
これ余談なんですけど、私大学の時に、もともと XJAPAN というバンドが本当に好きで、高校生の時からもう大ファンだった、中学校ぐらいから大ファンだったんですけど、XJAPAN というバンドの、に憧れてこうバンドを始めましてね。で、私ボーカルだったわけですけど、で、バンドをね、大学でも組んでたんですけど、その時に X というバンドの赤い髪のですね、ヒデさんというギターの方がこう亡くなって、もうね、打ちひしがれたわけです。もう僕生きていけないと思って、もう本当に X というバンドが心の支えで、ね、ヒデさんのことも本当に好きだったもんですから、もう生きる気力をなくしてしまったということになって。で、でもな、本当にこう、X も解散してしまったし、ヒデさんも死んじゃったし、なんかこう、X のなんかこう、DNA を受け継ぐものとして、僕らがもっと音楽を頑張らねばとか言って、なんかもうわけのわからない使命感にも駆られてですね、そんな頃に、うちの当時のギタリストがこう脱退したんですね、うん。ちょっと音楽性が違うと。俺は X みたいなのをやりたいわけじゃないって言われて、脱退してしまって、残されたのは私、ボーカルと、ベースと、ドラムだけの3人になっちゃったんですね。メロディーを奏でるギターが2人ともこういなくなってしまったので、こら困ったなぁなんていう話もあったんです。で、そんな頃にこう、ヒデさんが亡くなって、で、ヒデさんの、こう、いわゆるね、特集番組とかいっぱいやってたわけですよ。ヒデさんがどんなに偉大なアーティストだったかみたいな番組、こう、いっぱいやってて、で、ある番組をこう、なんとなく見てるときに、こうね、第1部では、なんかこう、これドキュメンタリーなんですけど、なんかこう、ある女の子が、こう、ヒデさんのコスプレ？ね、ヒデさんそのまんまのこう格好をして、コスプレをしてこう、X のライブに行くのが楽しみだったんだと。で、これをお父さんにこう内緒でやってたんだけど、これをある時、ヒデさんが亡くなったことをきっかけに、普段は寡黙なお父さんに、正直に、私実はこういうことやってて、ちょっとこうドキドキしながら、お父さんに否定されるんじゃないかってドキドキしながら、正直にこう告白したら、お父さんがこう理解を示してくれて、で、当時こうカセットテープですけど、あれをこうね、お父さんタクシーの運転手さんで、タクシーの中とかでこう聞きながら、あ、こんないい曲やってたんだね、そっか、こんな人が好きだったんだね、って、ね、じゃあ今度、よかったら一緒に二人でお墓参りでも行こうか、なんつって、娘さんがこう、本当に涙して、ヒデさんの死をきっかけにして、こう、親子の心がこう溶け合っていくみたいな、番組やなぁと思いながら見てて、第2部では、なんかこうね、高校生のこう少年がいてですね、こう X が好きで、こうギターに、もうヒデに憧れてこうやってたわけですけど、もうお父さんとお母さんが超教育家庭で、もう勉強できないから人生終わりだってもうお父さんもお母さんも超エリートなんですよね。で、こうめっちゃこう息子に説教をしてて、で、息子はまあそんなもんなのかなと思って一生懸命こう勉強も頑張ってたんだと。ところがこの教育ママだったこのお母さんが、もう素晴らしいこう感性の持ち主で、ね、ご存知の方もいるかもしれないですけど、X のヒデさんが亡くなった時のお葬式で、ね、ピアノのヨシキさんって人がピアノを弾いて、ボーカルのトシさんが有名な X のフォーエバーラブという曲をお葬式で、フォーエバーラブを歌って、ヒデさんを送ったっていうね、その中継を見た時に、この教育ママのお母さんが、こんな素晴らしい曲があったのかと、息子がいつも言ってる X って、こんなにいい曲をやるバンドだったんだと思って、もうなんかね、人生がひっくり返るぐらいの衝撃を受けたそうで、その日の晩に息子にこう手紙書くんですね。今日限りに、君の人生に口出しをするのはやめます。ね、君が音楽に魅せられてこの世界で生きていきたいんだったら、ね、私はもうそれを応援する。これからも輝いて生きてみたいな手紙を出して、で、息子がそれを受け取って、本当に感動して、音楽への道をなんか一歩歩み始めるみたいな、そんなドキュメンタリーをテレビでやってて、いいなぁと思いながら、めっちゃ親に応援してもらってるやん、この子と思って。当時私ね、大学時代で音楽やって音楽で生きていきたいなと思ってましたけど、親は猛反対してましたんで、なんか羨ましいなぁと思ってて、こいつらがいつか有名になって、東京ドームとかでライブをやったら、俺そいつらのライブを見に行くことになっちゃうかもしれないななんて、内心悔しいなと思いながら、その番組をこう見てたわけですね。で、まあそれと時を同じくして、こううちのギタリストが脱退してしまって、どうしよっかってベースとドラムのやつと言ってて、解散するみたいな話もあったんですけど、でもせっかくだから続けようかって言って、で、今でもあると思うんですけど、インターネットで、こうメンバーを募集するっていうのがあるんですね。
で、なんかある子たちはなんかこうギター二人とキーボードからこうなんか一度会いませんかって連絡が来たりとか、で、私たち当時千葉の柏の大学に行ってたんですけど、なんか柏市在住の19歳のこうギタリスト二人から連絡をくれて、僕たち X 大好きですって連絡をくれたんで、うちのベースとドラムのやつと一緒に、このさ、なんか柏市の二人から会ってみる？近いしって言って、ああ、そうしよっか、つって。で、この二人に会うことになったんですね。で、千葉県柏駅で、柏駅のね、今でもあるのかな、駅の構内にボディショップがありまして、その目の前でこう待ってたんですよ。もう僕たちもキメッキメでグラサンかけて、もう格好つけて、もういかにもミュージシャンですみたいな格好して、で、ね、もうどんな奴らが来るんだろうと思って、もうドキドキして待ってたら、向こうからね、もう超ド派手な赤頭と白頭が来たんですよ。まさかあいつらかって言ったら、はじめましてみたいな感じで、うわーこいつらだって言って、めっちゃイケてるじゃんって言いながら、赤頭と白頭と一緒に、うわーどうもはじめましてなんて言って、で、ちょっとじゃあご飯でも行きましょうかって言って。で、柏駅西口のサイゼリアに行って、で、5人でちょっとみんなでこう、何、どんな音楽が好きなのとか言って、X いつから好きなのとか言いながら、いろんな話をしてたんです。そしたら、赤頭が急にこう、あ、そういえばね、とか言って、こう、白頭のことを指さして、この白頭、こいつテレビに出たことあるんですよ、って言い出して、何のテレビってすごいじゃん、って言ったら、ヒデさんの追悼番組なんですけど、って、ドキュメンタリーでね、って、お母さんが、教育ママで、でもね、フォーエバーラブに感動して、手紙を書いて、っていう話をし始めて、嘘だろって話になって、私、その場でね、柏駅西口のサイゼリアで、昼中にね、悲鳴を上げたんですよ。はぁーって、あれお前なのーって言って、超絶びっくりしたんですけど、その時に、店員のおばさんがね、ちょっと確かめに来たんですよ。あ、すみません、ちょっと他のお客様もいらっしゃいますんで、って言って、あごめんなさいって言ってたんですけど、ずいぶん後になって分かったんですけど、この、たしなみに来たおばさんも、実は、僕らがメジャーデビューした時の、プロデューサーのお母さんだったっていう。プロデューサーとね、メジャーデビューする時の、レコーディングかなんかしてる時に、お前らってどこで出会ったのって言われて、いやー、僕ら実は柏駅の西口のサイゼリアでこんな風にして出会ってっていう話をしてた時に、柏駅西口のサイゼリア？何年前だそれって言われて、いや何年ぐらい前ですねって言ったら、何時ぐらいだって言われて、いや昼1時集合だったんで多分2時とかだと思うんですけどって言って、こんな太ったおばさんだったかって言われて、いや太ってたかどうか覚えてないけど、ちっちゃくはなかったかなとか言ってたら、それな絶対うちのおふくろだわって言って、俺もそこのサイゼリアしょっちゅう行ってたけど、あの時間帯でおばさんはうちのおふくろしかいなかったから、あとね結構若い人だったから、おばさんだったとしたらそれで絶対うちのお袋だわって話になって、嘘でしょって話になって、要はねもう二つのミラクルが同時に起こっちゃったわけですけども、まさにこの白頭こそが私が本当にこう今でも大親友で、ずっと一緒にこうバンドをやって、メジャーの扉も一緒に開けてきたというね、本当にうちの神手ギターなわけですよね。このちょっと赤頭はね、ちょっと割と適当なやつだったんで、その後脱退しちゃった、ほどなくして脱退しちゃったんですけど、で、そんな運命の出会いもあって、私たちは一緒にバンドをやることになり、だからもうなんかあの頃からやっぱりね、運が良すぎて、で、ちょっと振り返ってみると、やっぱりこう大学の頃に、まさにこのね、船井さん、高校生の、中学生の頃から、こう、船井さんの本の中で、言葉によって運が良くなるよ、みたいなことがこう書いてあったんで、言葉はできるだけいい言葉を使おうとか、ね、なんかこう大学の時にも、母がそんなことをポロッと教えてくれて、ひろあきなんかね、いい言葉使ってると、いいことがいっぱい起こるんだって、とか教えてくれて、あ、そうなんて言いながら、なんか俺そんな本ね、船井さんの本でも読んだことあるわ、とか言って、言葉気をつけるわ、とか言って、その頃は別にね、なんかありがとうとか愛してますとか、なんかいっぱい言ってたわけじゃないんですけど、まあ、できるだけマイナスの言葉は言わないようにして、もう最高とかいいね、とかもうすげえよ、とか、もうそういう言葉は意識的に使うようにしてた。で、ありがとうも、できるだけ使うようにしてた。そういうことをずっと積み重ねてったら、やっぱり運が良くなったのかなってのはすごく思いますね。うん。その後の人生もね、まあミュージシャン時代はちょっとマイナスの言葉も若干使う機会も多かったと思うんですけど、それ以降の人生本当にやっぱり改めてプラスの言葉をずっと使うようにしてから、本当に出会いに恵まれてるし、やっぱこう、
言葉が人生を作ってきたなっていうのを心の底から実感してますね。うん、私は使った言葉通りの人生を歩んできたなって、うん、ありがとうとか愛してるとかもういっぱい使ってきたので、今もう毎日普通にありがとうとか愛してるとかいっぱい使います。もう出会う人出会う人すべてにもうメールとか来てもね、もう愛してるよとかもうすぐ私返しますので、もう一日で3、400件メール来るんですけど、本当に愛してるよとか、もううちのスタッフにも愛してるよとか、もう大好きだよとかみたいなことすぐ送るんですけど、それぐらい本当にまさに過去使った言葉で、今という未来が作られてるなと。で、今も私またいい言葉を使い続けてるので、きっとこのまま行くと、またいい未来がいっぱい待ってるし、いい出会い、言葉が運んでくる運というものに、これからも本当に支え続けられていくんだろうなと思ってます。やっぱりね、日本は、まさに本当に言霊の先は浮国と言われるぐらい、言葉のエネルギーを信じてきた国ですよね。私今でも別に何の宗教やってるわけでもないですが、神棚が家にあるので、毎朝大祓いというね、祝詞をはじめとして、本来神社とかで挙げられる、そういう祝詞だけでも10種類ぐらい、いろんなこの言霊とか、あと大学っていうね、儒教の師匠五教の一つですけれども、その大学ってフルで読んでも大体15分ぐらいで読めるので、それも毎朝こうやってそこで、素読をして、なんかこう神棚に読み上げてますね。余談ですけど、うちの4歳児の次男坊は論語、小学生でも読める論語っていうのを毎朝読んでますし、うちの7歳の、小学校1年生の長男坊は、原始四録を毎朝こう素読してますけど、やっぱり彼らにもね、この、なんか、お金とか家とか車とかではなく、言葉の持つエネルギーっていうものを、本当にこう、親として伝えていきたいなと思ってますし、言葉を大事にしようってね、使った言葉通りの本当に人生になるんやよっていうことを、なんか親としてプレゼントできたらすごくいいなと思うんで、ね、あんな論語とか原始四録なんて、もう素晴らしい言葉、人類の英知が本当に詰まったこう、言霊の塊なので、それをまたこう読み上げていくっていうのも、本当に素晴らしい習慣になっていくと思いますし、もう本当に運ですね。実力ではなく運。実力も大事だけど、それ以上に大事なのは運。そしてそれを運んでくるものは、ひょっとしたら、いや、間違いなく言葉なんだって、私自身は心の底から体感してます。でしたもね、今日から使う言葉を意識して、辛い時こそいい言葉、しんどい時こそいい言葉、楽しい時はさらにいい言葉っていうのを意識して使ってみたら、きっとまたね、そんな未来が待っているんじゃないかなと思いますので、言葉をこれからも大切に私も生きていきます。皆さんも共に素晴らしい言葉使っていきませんか？応援しています。いつもありがとうございます。大好きでーす。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録していただくと、日本を元気にしたい、日本中復活したいっていうね、私のメッセージがまた日本全国に届いていきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。